旗揚げからずっとこのマットを支えてきた男が GHC ジュニアに初挑戦。今年プロレスリングノアは20周年の節目、小川義成にとってもデビュー35周年。小川がその年始めに挑戦をするのは必然かもしれません。さあ試合後、その腰にベルトは巻かれているのでしょうか。これが4回目の防衛戦になります。去年8月、田中稔からタイトルを取りました。その後、陽平に2回、そしてこの小川と同じスティンガーのクリス・リッジウェイ相手に3回目の防衛を果たした直後でした。小川義成がマイクでチャンピオン早田を襲撃、挑戦を表明。今回の早田は怒りに震えています。無言を貫く、まさしく寡黙な男。試合が始まれば怒りのヘレックスが小川の首を刈り取ることになるでしょう。早くも小川がチャンピオンにプレッシャーをかけます。早田は今やノアのジュニアを引っ張る存在。もはや時代を譲るわけにはいきません。チャンピオン早田、プロレスリングのはニューサンライズ 1.4 後楽園ホールです。まずは第40代王者早田からベルトの返還がなされました。この試合の解説は小橋健太さん、そして佐久間和彦さんです。お二人改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや小橋さん、はい、早田はかなり防衛重ねてきていますが、ついに小川が出てきましたね、はい、そうですね。小川選手がこのシングル戦線に出てくるというのは僕と GHC をやった時以来なんですよ。そうですね、2003年の11月1日、はい、GHC 戦をやったんですけど、それ以来なんですね。小川がその頃はあのベルトを巻いていて、挑戦した時ですね。僕に挑戦してみたんですけど、だからこういった小川選手が挑戦するっていうのは本当に珍しいですよね、はい、シングル戦線に出てくるっていうのは。まあ、このノアの畑20周年を迎えますが、その中でこの GHC ジュニアには初挑戦というこの小川義成です。そうですね、だから2回しかないんですね、この20年の中で。そうですね、はい、シングルに。ただその前には GHC ヘビーのベルトを秋山純から取っています。そうですね、はい、3回ですかね。そうなると正味挑戦という形になると。そうか、ヘビー級取ってるんですよね。取っています、はい、しかもその秋山純を丸め込んでという。そうですね、こういう展開でした。佐久間さんはこのタイトルマッチどう捉えてますか、はい、そうですね、あのベルト挑戦が決まってからの前哨戦の戦いぶりですよね、はい、そこからもうすでに始まっているというところで徹底的に早田の足を攻めていきましたよね、そこがまあ小川らしいなというか、試合で必ずしも足攻めをするわけではないと思うんですよ。ただ嫌な印象を植え付けたということがもうすでに挑戦者のペースになっているわけなんですよね。なるほど、当然足攻めを警戒すると思えば足じゃないところに行く可能性もありますし、足攻めが来れば前哨戦でやられていたイメージが復活してきますから、はい、そういったところでもうどういう仕掛けもできるようなもう前振りをすでにしてあるんですよね。そのあたりで、まあ、小橋さんとの前哨戦の時もそうだったんですよね。もういろんな仕掛けをしてきていて、そう、まあ、そういったところがあったんで、それをまたやってきている早田のキャリアでね、まあ、キャリアありますけど小川のキャリアの方がはるかに上ですから、はい、そういう仕掛けをされた中でチャンピオンがどういう防衛戦を見せるのかというところも注目ですよね。そうだね、いろいろ仕掛けてきましたよね。いろいろ仕掛けてきたよね、はい、今記憶が蘇ってきますか。蘇ってきました。
まあ、悪い小川さんにあの時もなったんですよね。伊沢さんと組んでて正統派の小川さん、小林さんに対してやっぱ悪の小川になってという戦いもありましたから、まあ、今回はね技術的な部分で足を徹底的に攻めていて、今日はだからどういう攻め方をするのかという、まず最初の出方にも注目ですよね、はい、その絶対王者の小橋健太というその時代に戦ってたわけですからね。そうですね。それだけの百戦錬磨であります小川義成。さあここは首を捉えていきます。立ち上がりからスピーディーな展開、そしてこういったテクニックを見せていく。まあ、ただ小橋さん、本当にこうテクニックという部分でどう対抗していくか。いや、テクニックで対抗してもちょっときついでしょうね。なるほど、そこでは勝負してはいけない、うん、違う部分で勝負していかないと。この早田の若さであったりとか、はい、そういうところで勝負していかないと、はい、ここは絞っていきます。ここのグラウンドでのテクニックもあります小川義成。じわじわとスタミナを奪っていく。ヘッドシザース抜けることができるか、チャンピオン早田。なんとか抜いていきました。そして今度は逆に、うわっと、しかしまた逆襲です。坂本さん、ちょっと向きになりましたかね、はい、今早田は。そうですね、まあ、やっぱ小川はすごくしつこく攻めていくので、そこでこう早田としてはやっぱスピーディーな展開に持ち込みたいんですよね、はい、それをさせないためにこうやっぱりじっくりとしたペースを小川は掴もうとしてますよね。おっと、ここはさらには顔面の蹴りを見せていきます。スピード、そして跳躍力見せていきました。小川は今この挑戦に際しまして、とここは蹴りを見舞っていきました。ハンドスプリングでの蹴り、あーっと、ここは場外を見せるのか。早田何を見せる、勢いをつけてくる早田。ノータッチ飛び込みヒーロー。まず大技を見せてきたのはチャンピオンの方です。いや、でも小林さん、これ早田の方もダメージありうんじゃないですか。ありますね、今のは。はい、でも今のは綺麗に決まりましたからね、ええ、まあ、小川選手の方がダメージありますね、今。なるほど。ただちょっとこれ早田の方もこの左足を抑えています。前哨戦で小川に痛めつけられたのがこの左足。早田の方にはラーテルズの面々、陽平、原田、忠介がセコンドについています。場外カウントが進んでいく。カウント11まで来ました。ここでリングへと戻してきた小林さん。小川はただこの挑戦に関しましては、今若いやつらに任せていても全然盛り上がらじゃないじゃないかと、そんな言葉を言ってるんですね。これはね、小川選手らしい挑発ですよね。挑発ですか。挑発です。佐久間さん、どうですか、そのあたり。はい、まあ、ね、やっぱりこうスティンガー対ラーテルズと戦ってきている中で、やっぱりもうね、刺激を与えたいという思いもね、当然あるとは思いますよね。さあ、ここは三角飛びで蹴りを放っていきました早田です。再び場外に小川が転がっていった。あ、また飛ぶのか。再び今度はプランチャー、失敗。足から落ちてしまった。そしてそこを小川が逃さず追い打ちをかけていきます。まあ、同じような流れの攻撃っていうのは小川はやっぱ受けないんですよね。やっぱりね、場外に落としてるトペ、それから今度はプランチャーという形でしたよね。やっぱ同じ流れを食らうほど小川は甘くないというところですよね。今しっかり見てましたよね、動きを、うん、となると、どっか誘ったような部分はあるんですかね。誘ってます。そして今度は足を狙いに、足に狙いを定めました小川義成。左足を鉄柱に叩きつけて、そして右足には蹴りを放っていきます。もう一度叩きつけていく。まあ、一方の早田、無言を普段から貫いていますから、この小川の挑発に対しては言葉では乗るというようなところはありません。まあ、佐久間さん、その分試合でどう怒りを見せてくるかというところですね。はい、うん、そうですね。まあ、もう何度も何度も対戦しているのでね、やってくることっていうのは大体分かってると思いますし、小川タイトルマッチだから特別なものを用意するというタイプでもないので、はい、そういったところではね、新しいものを警戒するってことはないと思うんですね。はい、ただこう試合の中で攻め方をいくらでも変えることができるので、その辺ですよね。まあ、もともとスタートでは今足攻めてなかったですけど、ちょっとね、まあ、やっぱりまだ違和感あるのかなっていう
のを察知して今足攻めに変えてきましたよね、うん、そうですね、はい、これはもちろんフィニッシュで布石を打つというのもあるんですけど、はい、それと同時にここに集中させておいて違うフィニッシュ丸め込みなんかを使うという考え方もありますから、小川の場合はそういう組み立て方ができるので早田はこの、ね、両面を警戒しながら戦わなければいけないですよね。まあ一瞬から丸め込んでくるような動き、そしてさらにはバックドロップもあります小川芳成。そうですね、まあ、何でこう仕留めるのかというのはやっぱ試合の流れの中で判断ができるというところがありますね。自分で主導権を握ったまま仕留めに行くこともできますし、流れが悪くなったら切り返しという手もありますからね、全く油断ができないですよね。ここもさらにその引き出しの多さを見せつける小川、足をじりじりと絞り上げていきます。厳しいですね、そして膝も落としていく。小林さん、この小川と戦っているのは感覚としてはどんなものなんでしょうか。このいやらしさというようなところあるかもしれませんが。そうですね、こう何て言うんですかね、こうやっぱりパワーはないんですけど、はい、こう なんて言うんだろう、落ちても跳ね返ってくるんじゃなくて吸収されるような感じですかね。パワーでは勝てるはずなのに。そうですね、ただ押しても吸収されてしまう。そう、吸収というかこう跳ね返ってくる。跳ね返るんじゃ、浮き切るんじゃなくてそのままこう吸い込まれていくというんですかね。うわー、ここは足をロープに引っ掛けて、そしてその早田の顔の前でかかってこいと挑発をしています。この足の攻め方が、まあ、グラウンドで固めだと思ったら打撃に行ったり、あるいはロープに引っ掛けたりとやり方が全部違うんですね。小川は同じ攻撃の仕方を基本的にしないんです。足攻め、腕攻めといったら徹底的に絞るとか同じような攻撃をする選手がほとんどなんですけど、はい、それをやらないので手を変え品を変えようっていう戦い方をするので相手側としては切り返しが非常に難しいんですよね。例えば徹底してこう、ね、膝を十字で攻めるというような同じパターンで攻める膝攻めであれば切り返しは容易なんですけど、それをしないので次どういう攻め方をしてくるかわからないから切り返せないんですよね。ただそれだけ攻め方が豊富にあるということなんですよね。そこに早田はどう立ち向かっていくのか。ここも足を捉えるのか。また今度変えていますよね。うわ、変形の4の字、監獄固めのような形だ。ウィアンドフロックですね。首も捉えた。これね、もう本当にこのテクニックだけでこれだけの歓声を引き起こすというのがね、まあ、さすがのキャリアのなせる技ですよね。この小川の世界にどっぷりと使ってしまうのが早田。ここでまたすぐ形変えますよね。同じじゃないことをやるんですよね。いや、小林さん、これは先が読めないですね。そうですね、すると。そうですね、後手後手にどうしても。さあ、10分が経過しています。あ、ここは力技で、いや、絞る。こちらラーテルズです。早田もセコンドについています。ただこれはタイトルマッチ、助けに行くことはできません。なんとかロープに逃れました。早田としてやっぱね、スピーディーな展開に持ち込みたいんですけど、このね、その生命線である足を潰されてしまうとそこに持ち込めなくなるんですよね。チャンピオンの翼をもぎに行く小川芳成、狡猾なチャレンジャー。これがキャリア35周年を迎えるその奥深さなのか。さらに足を攻める。いや、ちょっと小林さん、早田は自分の時間作れませんね。作れないですね、これはもう。あ、なんとか返すか。どうだろう。いや、ここも捕まる。取られた、取られた。あー、やめろ。そして逆エビ固め。やめ。いや、佐久間さん、これ前哨戦でこれ当てましたね。そうですね、ちょっとこれ苦しいですよね。これバッチリ決まってるんですよ。決まってますよ。逃れられるか。あの今のね、こうミサイルキックを読んだのもあのポジションから早田が出せる技っていうのはあれしかないっていうの小川は分かってるんですよね、はい、だから切り返せるんですよね。研究し尽くされている。全て見透かすかのようにチャレンジャー、なんとか手を伸ばした。ちょっとこうなんとか流れを変えるものが早田としては欲しいですよね。欲しいですね、これは。
さらに膝を砕く、締めた後にこうしてこう打撃系の技でダメージを与えてひねり系で入れて今度はまた固め技というようなことを考えていると思うんですよね。このバリエーションが違う痛め方をしてくるので、こうですね、あ、再び足を絞る、この絞るにしてもやっぱやり方が全部違うんですよね。もう早田は足に感覚がなくなっているかもしれない。なんとか逃れる、ロッカー、ロープブレイク。いや、小林さん、もう一体何回目のロープブレイクでしょうか。いやこれしつこいですね、この攻めは。ここまでチャンピオンが追い込まれるとは。小林さん、これ小川は今まだほとんどノーダメージに近い状態ですよね。さあ、バックドッキャー、さあ、カバーに入る、スイッチ変えましたね。足を攻めていきなりバックドッグですよ。で、また足戻る。早田はなんとかブロックしているが、いや、ロックがかかった。絞り上げるチャレンジャー、このままナットを力なく叩くしかないのか。負けを認めるわけにはいかない。勝ちを確信したか、小川義成、その右の拳握られています。これは予想したよりも一方的な、一方的になってきましたね。ここまで差を見せつけるとはチャレンジャー。さあ、苦しい。さあ、今度はピースサインも見せました、小川義成。53歳になりました。まだプロレスラーとしての力見せつけ続ける。届くか、返される、絞る、これ危ない、耐えられるか、チャンピオン、チャレンジャーがゲームアップを乗り取るのか。おお、場内小川コールですか。これは早田にとってはあれですね。再びリング中央へ。うわ、苦しい、苦しいですね。いや、これもし解けたとしても立てるのか。届くか、届いた、なんとかロープに逃れた。これは厳しいな。ちょっとこれ、まあ一回エスケープしてもいいかもしれないですけどね。立てますかね、これだけ足を攻められて。佐久間さん、いや、ちょっと厳しいですね。さらに足を攻める。しかしタップをしないという意地。さあ、三つ、ただここは足が痛む。まだダメージが残ってますね。追撃にはいけない。15分が経過しました。今のだけでは止めれないですよね。一体どれほど足を締め付けられたのか。あと、ロープに肩をぶつけました、小川。ここは早田、時間を作れるか。あと、ピック、懸命に力を振り絞る。そして、お、ここはニュートラルコーナー、セカンドオフからひねりを効かせて先頭音です。今通常だとね、ムーンされていくんですけど、やっぱ膝のダメージがあるので膝が当たらないように、まあ、自分のね、こう防御も考えながら攻撃していきましてね。なるほど、カウントは小川まだ余裕があるか。カウント2に満たずに返していきました。小林さん、なんとか早田チャンピオンの時間作りたいですね。そうです、まあ、まだまだダメですよ、まだ。ハンドスリーからエルボー、ちょっと高さ足りないですね。ちょっと厳しいですね、今。これもやはりその足へのダメージか。大きいでしょうね、ダメージが。本来であればもっと綺麗に決まるはず。ここを返します。まあ、しかし佐久間さん、足を攻めるというところはやはり相手の攻撃力も奪うわけですね。うん、そうですね、まあ、早田はね、特にこう飛び技も持ってますからね。本来いきますかね。ここはもう一度先頭を
ぶつけていきました、ね、やっぱり足のダメージがかなりありそうですよね。いや本来であればもっとテンポが出るはずなのですが、うん、早田の攻撃はあとここは小川の方が早く立ち上がります。ラリアット腕を捉えてギリギリだ、うん、追撃をかけられるか。今は早田が攻め込んでいますがこの時間も怖い。切り返す、あっと足にダメージがある。さあ今度は小川がバックドロップ、カウントはカウント2。さあ一気に逆転してしまうのか。鉄柱へとぶつける、今度は肩を壊しに行くのか。ボディープレス切り返しました。さあ今度は小川だ、丸め込むカウントが入らない。早田やっぱ切り返しからなんかね活路を見出したいですね。4の字固め許しません。スクールボーイ、いや今度は横入り式だ、丸め込んだ、返して小川が、いや今度は回転中心、切り返しました。まだ終わらない。さあベルトの行方はチャレンジャーかそれともチャンピオンか。ギリギリだ。さあカバーへ行きます。なんとか小川も返した。小林さん、はい、小川のダメージ溜まってきましたよ。いやこれはいい勝負になってきましたよ、ダメージがだいぶね小川選手も来ましたね。小川もリズミカルにはなってきていません。もう、はい、4回目の防衛をかけるチャンピオン53歳の大ベテランのチャレンジャーをニュートラルコーナーに預けた。小川も懸命に抵抗する、許さないか。ああいう離れ際みたいなねところっていうのは有効ですよね。切り返される可能性が低いですからね、さあ場内の拍手にうなずいた早田、さあ今度こそ見せるか。ニュートラルコーナーのトップへ4度目の防衛へ向けてムーンサルト決まった。カウントが返した。いや今早田も勝負に行きましたよね。気取りが良かったですけどね。これで決まらないか。再び小川コール。このリング上でヒーローはチャレンジャーなのか。あっと足が崩れた、足の踏ん張りが効かない。再びハイキック、後方上、再び円錐へ、頭が揺れる。3連続、小川は立つ、小川は崩れない。チャンピオンがまとめるのか。さあこの体勢は、ベルトダッシュでスタート。ラーテルズも頭を抱えます。いや小橋さん、いやこれは素晴らしいことですよ。ラーテルズ佐藤和弘様よりチャンピオンベルトの贈呈でございます。旗揚げから20年、
三沢さんが作った GHC ジュニアのベルトが今小川の手に渡りました。いや佐久間さん、はい、場内ずっと小川コールなんです。そうですね、これねやっぱりこう期待感っていうのも感じますよ。この戦いぶりまだまだ衰えない戦いぶり、新しいねノアジュニアの景色ですよね。小川が手を出した。早田は答えた、言葉を交わした。小川がベルトを掲げた。いや小林さん、こんな姿が、いやいやいや本当ですね。佐久間さん、こんな姿は予想できましたか？はい、いやそうですね、まさかねこのジュニアのベルトにこのキャリア35周年で初挑戦してねベルトをダッシュする、いや予想外ですけど面白くなりましたね。さあ2020年旗揚げ20周年を迎えたノアのジュニア戦線どうなっていく